皆さんこんにちは、ロエン高橋です。本日は、ロエンにですね、今 LC500 が、勢揃いしておりますのでご紹介させていただきます。まず真ん中にある車、こちらまだエアロパーツなどはついておりませんが、 LC500 のコンバーチブルモデルになっております。こちらこの後ですね、ロエンで開発を進めていく車両になっております。今ちょうどもう屋根が開いた状態になっておりますので、一度、一回車の中を見てみます。こちらが今車内ですね。シートご覧いただきますと、シートは、このようにレッドシートの本側になっております。そして今真ん中にこのようになんかスイッチみたいなのがあるんですけども、これが今オープンになっている状態の車なんですけども、こちらを動かしていただくと、今ですね、ちょっとこのように後ろ分かりますかね、動き始めてるんですけども、今ちょうど屋根がザーッと閉まってきてという形でですね、今ここのボタンで、ルーフが閉まるような状態になってます。今ちょっとですね、実は途中で止めました。で、途中で止めると今ここがもともとルーフが収納されてた部分になってます。これですね、実は実際に動かしてみてもらうと分かるんですけども、この真ん中の部分にモーターがありまして、先ほどの、スイッチを操作していただくと、この両方に伸びているこちらの部品ですね、こちらが動きながら、ルーフを、閉まったり開けたりというふうにしてくれる装置がついております。今ロエンに実際に車あるので、動画見たいなとか実車見たいなとかぜひ来ていただければ、作動もさせていただきますので、ちょっと今ね途中の状態になっているので、そのまままう一回動かしていきます。このように動きます。で、今一回閉めたので、次一回ちょっと開けてみましょうか。今開けると、今度は、このようにですね、ルーフの部分が機械的に動いて、ちょっと動画が近いんでね、申し訳ないですけど。多分今の角度だと、後ろのモーターの部分の作動が見えたかと思います。という形で、この車に関してはまた別途ですね、車の仕様であったり、説明を動画で撮らさせていただきたいと思ってますので、皆さん楽しみにしてください。で、続いて横にある車が、ロエンの、LC500 ですね。こちら、ホイールが、サビーニさんの、ホイール21インチを装着してまして、で、ブレーキは、通常は、黒いブレーキなんですけども、キャリパーをゴールドで塗装させていただきました。そして、フロント周りにはフロントのカーボンのスポイラーと、こちらフロントバンパーのエクステンションパーツ、まあ、こちらのコの字になっている部分ですね、この上と下の部分を付けさせてもらってます。で、続いて横行きますと、横にもこれもこの車全部カーボンが装着されてるんですけども、このフェンダーの部分ですね、このエクステンションパーツ、あとはサイド、これが純正の部分になるんで、この純正の下につく、サイドスポイラーと、あとそこのサイドパーツもう一点ですね、これもカーボンのこういった形で動いてるエクステンションパーツ、これも装着されています。そしてで次後ろ回りに行きますと、後ろにはこの、トランクスポイラーとリアアンダースポイラー、これも、これもカーボンでできてます。で、この車は、マフラーの出口もこれもカーボンテールのものになってます。で、もう一個エクステンションパーツとしては、ここのテールレンズの下にあるこの部分ですね、この部分、はい、これもですね、カーボンパーツを装着した、車両になっております。こちらが今後ろから来ると、これが、LC500 で、真ん中が LC500 のコンバーチブルで、一番端にあるのが LC500H ハイブリッドですね、という形で3種類の今車が、ロエンでカスタムしているような状態になっています。で、今後ろ回り来ましたんで、今度一番反対側にあるLC500H、これも横にもハイブリッドって入ってますけど、
こちらも装着しているパーツはカーボンのエクステリアパーツ、あとエアロパーツを装着させていただいております。で、一番最初にあった、右側の車、こちらは今エアサスで下げた状態なんですけども、こちらの車も実はエアサスを今装着中の車になります。間もなくですね完成するんですけども、こちらせっかくなので、トランクを開けていきたいと思います。こちらはですねまだ実は新車なので、シートもまだしっかりカバーがかかった状態になってますけども、一回まずトランク開けてみますね。トランクで、トランクを開けまして、で、これトランク一番後ろ来ますと、実はですねこのようにこっちから見た方が見やすいです。トランクが少し今工具も少しありますけども、形がね真っ平らでないですね。これどういうことかっていうと、まず、この真ん中の部分はこれどうなってるかっていうと、この中に実は、エアサスのタンクですねが収納してます。それで、今度この横側、ここの部分も実はこれ外せるようになってるんですけども、ここの中にこのようにエアサスのコンプレッサーと、あとはコンピューターコントローラーですね、こちらを入れさせていただいてます。で、これなんでこんな風になってるかって言いますと、通常の LC500 の場合ですと、エアサスは、後ろの席の下に、エアサスのキットを埋め込むんですけども、これ、LC500H になりますとハイブリッドシステムがシートの下にあるので、こういったエアサスのタンクの収容する場所がなかなかないんですね。で、今回はやっぱりどうしてもエアサスで組んじゃうとなかなか荷物が乗せれないとか、そういったケースがあるので、まあ、少しでも荷物を乗せれるようにっていうので、まずこういった一つカバーですね、こちらカバーを付けさせていただいて、で、このカバーをこのように収納していただくんですね。で、あと上の部分をこれネジでビスで留めていただくと、これまず一つここでカバーができます。で、もう一つがこの横の部分もこういった形で、ボードを作って、で、あとカバーですね、これをつけるとここにねちゃんとしたスペースが残るんですね。で、これなんでこんな風にしてるかっていうと、この真ん中のちょっと部品を外し、ちょっと一回どかしますけども、実は、このトランクの下の部分にこのようにバッテリーがあるんですね。で、特にハイブリッドカーってバッテリーが上がっちゃったりすると、このバッテリーが駆動用のバッテリーになってますので、作業をする時のアクセスがこういった形でちょっとしやすいんですね。で、よくある通常のエアサスをこういった形で作らずに、ただ上にドンって置くようなタイプをしてしまうと、万が一エンジンが始動しなかったりとか、そういった場合にこのね、バッテリーへのアクセスっていうのが非常にしにくいのがあるんですね。なのでこの車に関してはこのように、トランクをの中に、エアサスを引っ込んで、同じように実はこれこっちの車かなり車高が低いね、エアサスで今車高を下げてますけども、じゃあこちらのトランクがどうなってるかっていうと、こちらも一回ちょっとトランクを開けてアクセスしてみますね。で、これは、これもちょっと今からアクセスするので、こちらからトランクでアクセスします。ちょっと今回はドア開けたままいきますね。で、この車今からトランク開けてもらうと、これね見てもらうと分かりますけども、こっちは LC500 になるので、ハイブリッドではないです。こちらはさっきみたいなこの部分にタンクの切り鍵っていうんですかね、カバーを作ってないのは、この一番奥、ここの奥の下にエアサスのタンクであったりキットっていうのがインストールされています。ただこの車も実は同じようにこちらにバッテリーがあるんですね。なので、まあ、エアサスを組むとどうしてもやっぱりトランクに乗せてもしまうというイメージが強いんですけど、車種ごとにある程度その作業性も考えながらですね、アクセスできるような仕様を作っていくっていうのが一つ特徴かなと思います。で、せっかくなので、この一番端っこの車、これが、レクサスの、500で、エアサス、あとホイール、先ほど説明した、エアロパーツを装着してるんですけども、この車は
まあ、エアサスの中でも ACC さんのエアサス使ってるんですけど、まあ、こういった形で、リモコンがあるタイプ 3P システムですけど、こちらのリモコンを使ってで、メモリーを記録をさせて車高を全部下げたり、あとは走行する車高に調整するという形になります。今は全下げにしてないんですね。実はこれ、弊社のエアロパーツをつけた状態で全下げすると、今あるフロントリップ、これがどのくらいになってるかというと、だいぶ近くにいますけど、指がちょうど今2本の高さなんですね。でこれを全下げにするともう着地してしまう、もうリップもついて割れてしまうので、今は、リップがつかない、高さにしてます。もうちょっと実際に下げれるんですけど、少し余裕を持ってつけてます。まあ、このように、ロエンではやっぱり2年前に東京オートサロンでこの車をデビューさせてから、非常に多くのお客さんから、この車にカスタムについていろいろご相談を受けておりますので、こういった見本の車を見てもらいながらで、さらにはこの後コンバーチブル、こちらもエアロパーツをつけて、コンプリートカーに、仕上げていきますので、これはですね、デモカーが完成するのをぜひ皆さん楽しみにしていただいて、また完成したらご覧いただけるといいかなと思ってます。今回はですね、ロエンから、レクサス LC500 のロエンエアロパーツを装着した車、カスタムされた車、コンバーチブル、こういった車が勢ぞろいしておりますので、皆様にご紹介させていただきました。またコンバーチブルに関しましては、使用方法であったりとか機能を、別途改めてご紹介させていただきたいと思います。皆さん本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。